いや、お疲れ様です。マッピーです。無補正やっていきましょう。チャンピオンシップが今開催中でね、多分ランド3もやってるのかな。やってるんだっけ。今日曜日、今日最終日かな。ちょっとランキングとか見ちゃったりして、ちなみに僕はラウンド1でやらかしたんで、ラウンド2もラウンド3もね全くやってないんですけど、デスさんぶっ壊れだな。これデスさんちょっと1位取ってほしいな。連覇かかってるんじゃないかな、去年のサードシーズンと、そして今年のねこのファーストシーズンということで、これちょっとデスさん2連覇見たいなマジで。うん。でオセロニアマスターとかもね、まあ、5位以内には絶対入りそうだから、まあ、これデスさんじゃないかな。いやまだわかんないか。75勝だから各タームで 5敗ずつだからわかんないな。まあ、てことでそんな感じでね、今なんかチャンピオンシップの音楽流れてて、モホセといえば今チャンピオンシップやってるのかなと思ってちょっとだけ触れただけなんですけど、やっていきますか。てことでこれ使いますか。うん、ハイバーライちゃんを入れたね、これエルロジュリーダーのマトンデッキ。このデッキねアビスたくさん入ってるんですよ。この新京ゴマの奇境者も入れてるし、あとハデスも入れてて、それから吸収なんかもねちょいちょい入ってるということで、これはもう暗黒来たらさよならバイバイなんですけどとはいえね、このアイちゃん強いんですよね。1000の毒ダメージを390を3ターン内で行うと、つまり4800のアド取れて、でコンボスキルが相手のキャラコマ1枚につき1000かな、1000の特殊ダメージを与えて最大3000ということなんで、まあ、シンプル強いですね。このコンボ3000ってのも出しやすい。ただ3000っていうところを高いと見るか低いと見るか、まあ、普通と見るか、まあ、普通ぐらいなのかな、まあ、中の上ぐらいの火力って感じですね、3000っていうことで。まあ、普通のね他のエース駒だったらもっと火力出る駒もいるんじゃないかなとは思うんですけど、とはいえね普通に強いと思います。あのアドバンテージ結構取りやすいし HP も高いんでいいと思いますね。ただアタックがちょっと低めっていうところで、そこねこのハデスなんかと同じような設計になってるんじゃないかなと思いますね。まあ、S のアビスってあんまりアタック高いやつはいなかったような気がする、知らんけど。ということでやっていきますか。これ3ターンかかる系ってマンドラゴラとかもいるからね、マントラゴラでもいいかもしんない。まあ、吸収が入る分こっちの方がその HP の管理はしやすいんです。管理はしやすいっていうか、まあ、吸収入るんであれなんですけど。ただマントラゴラね、コンボ4000とか出る。マントラゴラってどこまで出るんだっけ ?3000 がいくらっけ、まあ、あんまり覚えてない。マントラゴラとか、あとアレスとかいるかな。アレスの方が暗黒対面も考えられるところあるけど、暗黒対面以外だとね、このアビスってのも強いし、なんかアレスとアビスって名前似てんな。ややこしいね。さあ行きますか。相手はウィブ・サニア。さあウィブ・サニア来たんでね、これもサタンの出番です。さっきサタンが熱いですね、個人的に。なんか耐久いるし、やっぱサタン入れてるとね、結構ワンチャン見れるっていうか、まあ、その耐久もね、特殊カットとかされたらしんどいんですけど、サタンがね、さっき熱いです、個人的には。さて、さて、初手イブサニア。どうしようかな。ハデスなりってもいいな。これ、あそこにくさび出てるし、なりハデスがいいか。これ、ハデスコンもね、自分のマゴマ1枚につきってことなんで、別に後半にね、残さなくてもいいかなということで適当に切っておきます。ハデスはシンプルにやっぱこう2ターンで完結するアビスでステータスも高いってことなんで個人的に入れてますね。別になんかコンボとかはあんま強くねえかな。相手のキャラゴマ3章の方がね強いような気がする、知らんけど。まあ、速攻流対面とかも入れるかな、ハデス。おお、エミリム早めに切ってくれるのはありがたいかもね。特殊はね基本的に後半に出すんで。オッケー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 、シンプルに使いやすい駒が手駒にたくさん来てますね。よいしょ。でコンボがね優秀なんで、カゴメちゃんはここは、キキュウちゃんからいきます。さてさて、そうこの対面だとコンボめっちゃ強いんでね、カゴメちゃんで手駒にね吸収なんかも結構あるんで、割りかし耐えれそうな雰囲気をね醸しつつ、なるほどなるほど、デバフと、はいはい。でここ大事ですよ。よいしょ。あ、いいね、いいね、これやっぱアイシェなんですよ、アイシェ。アイシェがね、もうマタンにおいての核とまではいかないけど、マジで強い。マジで強い。あ、でもこれ、カゴメでもよかったな、相手デバフ切った後だから。D5 に守護者入って、なんかフィニッシャーのサタンとかとつなげる動きを狙ってもよかったけど、まあ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 。まあ一旦これで休みますか。さあ。あとは、あ、ここあれだな、これ、アイちゃん引いたらめっちゃ強い。アイちゃん来い。ここアイちゃん引いたらかなり強い。来い。あ、来なかったか。残念ですけど、まあ、一回吸収入れときますか。ほい。13400。さあここから飛ばせるかどうか勝負ですね。勝負だけど、まあ、こっちはアイシャも引いてるんで頑張りたいよ。角から来るな。角来るんで A3 つないで E3 つないでって感じで、もうつなぎつなぎでやっていくしかないかな。まあ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 、まあ、エミリも切ってるし大丈夫だと思いたいですよ。でシールドとか貼る分には吸収で漏れるんで大丈夫だと思いたいですね。めっちゃ考えてる。あ、そっち来る？そっち来る？そっち来ちゃうのね。
いや、それでも美味しいな。それ美味しいわ。オッケーオッケーオッケー。それは、あ、待って。いやー、でも、どうしようかな。いや、美味しいけど、ちょっとこの引きがあんまりよろしくないかも。で、イーチ来るから。あ、でも H あるもんな。A3 打っても H あるもんな。H あるから、結局、アド取れなくて。まあ、罠安牌かな。罠安牌に見えるな。罠安牌に見える。うん。今あの相手陣雷打てないんで罠打っとけば火力出しにくいと思うんで、いやー大丈夫かな。8058、ちょっとだけ不安が立ち込めてくる。まあ、2ターン耐える動きでいきたいですね。で、おー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 、でもそいつコンボ回復だかんな。そいつコンボ回復だかんな。シールドめちゃめちゃ鬱陶しいけど、そいつコンボ回復でしょ。まだ参る。はい、アイちゃん、アイちゃん来ましたね。アイちゃん来た。いやこれどうする。もう E1 アイちゃん行く。E3 打っても B6 打たれるから回復されるから結局無理で、 E1 アイちゃんだなこれ。こいつの動線消しといて、アイちゃんのコンボスキル狙いつつで毒入れて、でカット率が70だから30減りで2100出るんで、いけんじゃねえかな。なんか防御来なければで、防御来たら防御来たら吸収一発い漏れるんで、これでいきたいですね。ギャガいって4000の、いけんじゃねえか、いけんじゃねえかなってちょっと今睨んでますけど、睨んでますよ。相手が防御が来なければいけると思いたいですよ。いけると思いたい。OK、ハロメ。よしよしよし。いい火力。これ、火力出してもらって、で、ファウストのライフバーが今かなり成長しましたね。で、あれなんで、よいしょ。2400ぐらいライフ、あー、サタン引いたけど、これ多分ファウストでも激系するな。45でしょ。1700だから。OK、ファウストでもいけますね。OK、OK、OK。パッと行ってくるんですか。よいしょ。なんか同じ相手に当たった時にね、サトは誘われたくないんで、これでね、よいしょして、オッケー。考えがあるの。ってことで、いいね、アイちゃん。これ、イブ対面とかでコンボを、まあでもこれ、アイちゃんのいいとこ、この線っていう上がり幅、通るみたいなもんなんで、こう、対面によって3000出しにくい相手とかはあんまりいなくて、速攻量ぐらいじゃないかな。なんかほとんどの対面で火力出しやすい気がする、このコンボスキル。うん、普通にアイちゃん強いな。うん、アイちゃんはね、なかなか強い。普通に、波の超ゴマか、中の毛の超ゴマぐらいの性能ではしてるんじゃないかな。強いですね、ハイバライ。この間映画見に行ったんですよ。このコナンの映画見に行って、やっぱね、アイちゃんね、ほんと最近可愛い。あの、なんか元のね、18歳っていう、こう、設定だったと思うんですけど、アイちゃんね。その18歳っていう、その18歳の女の子らしさっていうのがね、なんか年々増えてきてるというか、その、垣間見えてきてるというか、そんな気がするんで、個人的にね、アイちゃんがね、今熱いですね。そう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 、サタン引きましたね。これサタン割と早めに打ってもいいんですよ。このサタンはあの後半でね、エミネムとか打たれて特殊があれする前に打ってもいいんで、早めに打ってもいいんですけども、まあ、まだですね、まだ打たないけど、引き見てからよいしょ。アイちゃん、アイちゃんです。アイちゃんなんですよ皆さん。時代は愛。よいしょ。そこに愛はあるんかと。愛こそかね。そうそうそう。この愛は、ああ、でもそうだな。ラブの愛じゃなくて、悲しい愛。そうです。男なら、あの一生に一度、さっきと同じ展開じゃねえか、これ。一生に一度は夢見る、地上最強の男、格闘士のことである、てってってれってれの曲ですよ、これ。てっ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 てれれ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 、I believe ですよ。もうこれ流れだわ。神イントロ、神イントロ流れて、そこからの神イントロからの、あの I never give up in ですね。もうこっからスタートしていこう、俺たちの地雷を。さあエミネム張られてるんで、サトン出しにくいですよ。ここ守護者とか引いたら強いな。はい、カゴメ悪かないけど、一旦こうかな。これ D 打って、あー、まあ D 打ってもよかったな。 D 打ってコンボ吸収で攻めてもよかったかな。いや、でもまあ、右下 X にコンボ強いの打たれてるのはちょっと嫌なんで。あ、でも C6 がね、アイちゃんなんで別に D5 でもよかったな、これ。普通に B4 打たれるな、これ。あー、ラーサス。はい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 。ラーサス、ラーサス。まあ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 。落ち着こう。ここは落ち着こう。ハデス。いいね。ハデスめっちゃいいわ。どうしよっかな。ハデスから打つか、特殊から打つかなんですけど。罠から打つかのどっちかだな。罠からハデスが安牌な気がするんだけどな。うん、ちょっと罠打っとくか。で罠打つと
まあ、回収するか、もしくは、あれです。あれを出させられるんで、あれ出させられるんで、あれをしたいと思います。はい。あれ出させられるんで。あの、陣雷。陣雷か回収なんですよ、これ。まあ、回収でもいいんですけど。だ回収だったらね、角見ほつ姫じゃなくて、なんかヤシとか持ってたら撃てると思うので、あんまり回収ないんじゃないかな。あ、回収あったね。回収あったか。それは、そうですか。あ、そうですか、そうですか。いい回収ですけど、まだ大丈夫です。まだ大丈夫。42の、ちょっと考えますよ。サタン引いて、これサタンめっちゃ軽く出るな。え、これサタン撃っちゃっていくね。サタン撃って、次ハデスで飛ばねえかな。ビーラン撃たれても、みたいな。7900ぐらい出るな。これでいいか。サタン撃ちまーす。よいしょ。よいしょ。で、ビナ撃たれてもハデスでいけんじゃない ?900 の。あ、やべ、ギリ足んねえ。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 いや、F に撃つとね、多分タケミがやばいんだよね。こいつコンボぶっ壊れてっからさ、エビレム。タケミが圏内入っちゃうから、ちょっとこっち撃っちゃった。あ、オッケー、これ大丈夫。危ねえ。ビナ撃たれたときに、ちょっとこれギリ飛ばなかったくさいな、どうやら。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よかった、F に撃たなくて。F にハデスってね、多分ちょっとタケミ圏内だったから、撃てなかった、今。じゃあ、アイちゃんの子、またアイちゃんフィニッシュだ。満足した。そして、おまけに吸収もしておくよ。チュ、OK。いや、サタンなんすよね。やっぱアイシェ引いた時のサタンが、マジで軽く、破壊力やばい。単体で8000近く出してるから、マジでやばいっすね、こいつは。OK、OK、OK。ということです。アイビリーブなんですよ。やっぱね、腕立て伏せしてるから、オープニングで腕立て伏せしてるアニメは、名作って昔から相場決まってるんでね。まあ大体バキぐらいだと思うんですけど、オープニングで腕立て伏せしてる、あの指立て伏せか、あ、そういえば指立て伏せで思い出した、俺今日ジム行ってくるわ、トレーニング開始、トレーニングしに行くのは2回目ぐらいかな、あれジムのねトレーニングで、ね、めっちゃ効いていいんですけど、その後にね飲むねプロテインが一番、待ってまたイブテン、めっちゃイブ当たるやんけ、まあいいけどな、ええけどな、よいしょ、ええけど。I believe 月の光、ショテルキアでなんかつっとけ、なんか来い、しとりとか来い、しとれ、しとれ、ふ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 っ、いやでもまあまあいいや、1000回行く余剰になったから、まあまあまあ別にいいや、アイちゃん、I believe 月の光、溶けるかりそめのメロディー、バイ野菜嘆きを海だなこれ。逃れられない時を知る。まあまあ言う。いや、待って、これ E4 ルキアでこっち打ったの失敗か？あのね、何打つか悩んだんですけど、これでね、夏ブラを、ウィーブで夏ブラ取ってきたら A3 打てるんで、それしようかなと思ったんだけど。あ、オッケー、ちょっとやってみるか。さあ、行くか。まあまあ言う、いざわめきが色をさまよう。行き場もないままに、エルロジケ。くれ。で、エルロジュ打ったのは、もう早めに削るためですね。あの、この後、シールドとかあられたら選んで。あ、お前、それ強え。その、あ、待って、しかもそこかよ。バカバカ。これ D5 で、領域展開されるやんけ。やばい。やばい。やばい、どうしようこれ。でも、アイちゃん3ターン入れときたい。考えがあるの。私に考えがあるの。いや、ちょっとこれ甘かったかな。シンプルに夏バラ打ってもよかったかな。ちょっと、行き急いだ感があるわ。あの、なりに、エルロ打って夏バラとシェリーの形組んでもよかったかもしれないな。まあ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 、いやこれ D5 でめっちゃ転結されるから、結局まあでも相手のキャラが増えてないからな、相手のキャラが増えてないっていうところをあの美味しくいただきたいですね。さあこっからよ、こっからですよ、まあね、ここの放送美味しい、ここの放送美味しくて、でハデスとか雑に聞いときたいけど、で待って、これ気づいたことがある、キジいちまった、これサタンの火力ちょっと減るじゃねえかよ、まあええか、さあさあさあ、キジいちまったな、キジいちまったけど、でももう待って、アイちゃん強くない、アイちゃん強い、アイちゃんさっきから強くない、アイちゃん強い、ちょっと予想以上でしたね、俺はここまでやれると思った、お前、でもよかった、いろいろじゃ早めに打っといて、その罠回収は、いやてか、まあ、何これ、なんかさっき、そこにエミネム定位置のエミネムなんだけど、お前そこしか打ってこないじゃねえかよ、待てよ、でも、ね、同じ人に当たってるわけじゃねえんだよな、そこがなんか面白いところではある。さあこっち打っといて、まあ、考えるのと、オッケーオッケー、あのその考えをね、あのしっかり共有していくっていうのは人間大事だと思うわ、なんか食い違いとかね起きたら良くないんでね。さあ
いやーこれやだな、めっちゃやだな、めっちゃやだわ。なんかせっかく全部消したのにみたいな。あー結局領域展開されるんですね。転結あいつなくてもなんとかなると。まあ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 、いやこの領域展開やだな、この領域展開めっちゃやだな、めちゃめちゃやだな。なんかいけよいしょ。オーケー、ファースト悪くない、ファースト悪くないけど、これなー、これなー、渋すぎる、渋いなー。これどうしようかな。アンパイが、アンパイ打っとく、アンパイ打っといて、いやーちょっと遠い、遠いよ、軽く遠いよ、軽く遠いですよ、軽く遠いよ。サタン引きたいよ、ハデス引きたいよ、いろいろ引きたいよ。あのハデス引くこと考えたら C2 マリだったな、取らせて C1 ハデスとかも狙えたんですけど、多分これ X 来るんで X を取って、あーオッケーオッケー、タケミ美味しい、タケミ美味しいよ、タケミ美味しい、よしタケミ美味しいですよ、タケミ美味しいですよ。美味しくねえな、美味しくねえわ、ごめん全然美味しくねえわ、普通に軽くやばかったわ、思ったよりやばかったわ。待て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 、死んだ、これ絶対死んだわ。あー俺は絶対や、もう終わりか、終わりなのか。まあこっち打っとくか、こっち打っといてよいしょ。ほいほいほい、さあこれでエルビンダッチ打てないん で F5 耐えたらダブコンじゃねえわ、あのアイちゃんにつながるんでみたいなこと考えてるけど、ダメダメですか、ダメですか、ダメなんですか。あー英語打ってもよかったんかな。おおお前やばい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 、やばすぎやばすぎやばすぎ、耐えたけど、耐えたけど、これ飛ばせないって話する。あっちゃー死んだー。まあ、これは普通に負けました。いやー普通に夏ブラ出しとくべきだったかな、ちょっとシャシャりましたねー。まあ、これシャシャったな、これシャシャったわ。あのなんかあれでウィーブ10のね、あの砂時計全部消せるっていう動きをね見せたかったんですけど、まあ、消したところで普通にね関係なかったと。まあでもちょっとエミレムもきつかったかな。右下 X レニアドも どうだったかな。でもあの後変置きできないんで取られるだけなんで、あそこを打ったのは良かったね。うん、そこのレニアド良かったか。なんか悪かったかな今。先に C に打つべきだったんかな。ちょっとビビっちゃったな。まあ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 。もう一回いっか。おっと、通知来ちゃった。お休みもどうしよう。でもウィブ10めっちゃ多いな今日。久々にウィブ10こんなに見てますね。で、このデッキはね、ウィブ10もね、全然勝てるデッキなんで、バシバシ勝っていきたいんですけど、さあ頑張れ、あいちゃん。これが私のコードネーム。指立て伏せしよう、一緒に。バキのオープニングを二人で見ようじゃないか。な？アイちゃん強かったね今。アイちゃんじゃなかったらねえ、あのあそこまで耐えて終わったおい、これだったらビューテンの方が良かった。待て、頑張ろう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 、まだ前前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 リュウクリエ、リュウクリエ、リュウリン貼られる前にハデスのアビスを全部吐き出してもいいかな。そうしようか。よいしょ。ほい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 。リュウリンをね、相手のリュウリンが揃う前にハデスのスキル打っときましょう。で、レニアドを D6 に置いて、F3 にリュウリンがなくて貫通とか来てくれたらめちゃめちゃ美味しいんで。リュウリン来んな、リュウリン、リュウリン、リュウリン。子供にリュウリン、リュウリンって言いたくないですよね。ね、ただいまリュウリン、リュウリン、リュウリン、やめてリュウリン、やめてやめて。よしよしよし、一旦ムントね、オッケーオッケー、一旦ムントして、でここレニアドぶちかましいの。てかアイちゃんめっちゃ手駒に来んな、さっきから。これアイちゃん本当にいいな、この子なんか手駒に来るわ、すごく。はい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 、コナンと違ってちゃんと手駒に来る、分かってるね。よいしょ、よいしょ。さあ、リュウリン、あ、これガランとか切ってくれたらガチ美味しいんだけど、頼む頼む、勝つ勝つ勝つ。あはー、リュウリン今引いたー、リュウリン今引いたー。そこで引くんかよー、キッチー。まあまあ、いや待って、ワンチャンジリアンとか持ってるからクソ怖いけど、キッチー、これキッチーなぁ。いやでも X でよかったからね、今。でも E4 打たれた後にっていう動きもあんま好き。あ、待って、X 張るってから E4 来たら、C1 にシェリーでもワンチャンよかったけど、これどうかなぁ。こっから結構相手変置きできるもんなぁ。これどうかなぁ。どうなんだろうなぁ。まぁ、圧かけていこう。ランタン引いてないし。おっと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 っとっと。2枚返しと。なるほど。OK、OK、OK。まぁ、これは、次で貫通打たれる可能性が若干あるか。まあ、それかまあジリアンとか引いてきたらジリアン打つわな。まあ、でも一旦ここはちょっと自分のキャラゴマ召喚しておきます。よいしょ。オッケー、満足。オッケー、オッケー、いいよいいよ、サティスファクション。いいサティスファクションよ。よし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 。あのね、アイちゃんほんとコンボが強いんでね、コンボで頑張っていきたいよ。そう、コンボこの序盤から3000出せるっていうのはシンプル強い。さあ、頼むぞー。
なんかシンプルにガラン来るね。まあ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 、竜輪が来ないだけありがたい。竜輪来ないだけマジでありがたい。竜輪来ないだけで本当にありがたい。はい、まあ春といって、よいしょ。で相手のキャラゴマじわじわ食べつつ行きましょう。サタン入ってるんで、オッケー。なんだかんだアビスはサンタしっかり打ち切って、で呪いのダメージも少なからず入る。で夏ブラの召喚入るんで、まあ自分のキャラゴマ増えつつ、まあ、じわじわ行きたいですね。さあどうする。フェリー入ってんの。いやでもここは俺エルロ行くよ。これはもうエルロ行くよ。これは俺エル、おーし、サタン熱い。これ相手の動線これないんで、これエルロぶちかましからの初見殺しサタンでぶちかますしかない。行ってこい、満足させてね。さあ満足、おおお、満足コンビ、満足したからの満足させてくれ。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、よし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 、まあまあ満足、一本満足。やめろやめろ、なんかやばいの来んなよ。やばいのある。ミニエラ来てもサタンで圏内だと思うけど、どう。バフそいつしかないでしょ、ランタイないし。どうよ、 B6 ね、2枚返しだと怪しいか。いやまあライバー打てるけどその場合どうする。だってこれエルロ切ったらさ、うわ本当に本当にミニエラ来た。もう口はわざわいの、もっと相手のキャラマンが、4枚の感じの、感じのライバーこっちいくつだっけ。あ、いけそうだな。呪いもあるもんね。あ、これいけそうだね。いけそういけそう。多分ね、これ毒だけでも7センチ角出るで、これ普通に。よいしょ。オッケーオッケー、毒も入って。おーしよしよしよし。おーしよしよしよし。暗黒しばけたのはでけぇ。オッケー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 。このね、アイちゃんのコンボがマジ強いんすわ。よしよし。アイちゃんです、皆さん。時代はアイ。アイ。ビビー。アイです。アイなんです。でもまあどうだろう、これを使うかどうかは人によるのかな。俺はエルロジュリーナだったらまあ使うぐらいはいいんじゃないかな。マフィリだとね、あの変動きが固まるみたいなところがあるから難しいところなんですけど、エルロだったらね、まあ普通に俺は悪くはねえなって思いましたね。さあカモーン、コンバか。3ターン盤面出せるか。あれ相手1秒低い。おし、そしてリリティ引いてんのはあの地味にポイント高いよこれ。でこれ X 来ること考えて、エルロージを先に打つんじゃなくて、初手は桔梗姫でいいですね。はい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 。桔梗姫もねめっちゃ使いやすい、この子。やっぱ俺の目に狂いはなかった。このこの優秀なステータスから繰り出される1500のアビス、そしてコンボスキルも、無条件でね1800と、俺の目に狂いはありませんでした。やはりこいつは強かったです。さあ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 、オッケー、吸収コンバット全然問題なくて、でここはリリティエでそいつ取っていいかな。はい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 、いらっしゃ。ただこれ HP 的になんかあれだな、相手特殊コンバット少なそうだけど、リリティ打っときます。よいしょ。で、まあ、1回でもこれダメージ返せたら美味しいんで、1回でもいいよ。あ、まあまあまあ、でもそこ打つんなら結局リリティエ残るんで、まあ OK でしょう。でしかもバハム、あのバハムやばいな、コンボ2倍出んのか。お前それ強いわ、それは強いですわ。よいしょ、ワンチャンここエルロでもよかったかな。これ取ってきたら角エルロっていう風に打てるから、ちょっとこうしてみたんだけど甘えたか。特殊で手駒固まってほしいよ。やっぱそういうデッキだよね、知ってた。厳しい、これはかなり厳しい、これかなり厳しいです。どうしようかな。はい、これ D6 から入ったところで左ウェックス打たれてさ、結局厳しい状況に変わりないよな。だったら角から詰めた方がいいかな。よいしょ、先に D2 に打たれた方がいいかもしれない。今オーラ引いてないからワンチャンに行って耐えれるから、その場合だと。さあ特殊で固まれ固まれ、特殊で固まれ固まれ、厳しいです今。おい特殊出す気ねえだろ。くっそ、なんだその特殊のないデッキは。 OK、 ハデス強い、ハデス強いよ、このハデスはいい。さあこれ500の吸収が世界を救うと信じて、オーラさえ行かれなければまだ止まらないはず。オーラ来んな、オーラやめろ、オーラ禁止で、オーラ禁止で、やめろ、オーラ禁止、やめろ。あー、待って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 、見逃して見逃して、嘘でしょ。あー待ってくれー、いやプラス打てない説、ワンチャン耐えて。よいしょ、あぶねー、ハデスの500吸収が世界を救った。あぶねー、ハデス
いや、アビスっていう小松江市、あ、いや、地味にこれ、桔梗姫も世界救ってんな。桔梗姫の509種も世界救ってる。危ねえ、ガチ危なすぎ、ほんと。ってことで、今日はここで終わりますか。そんなわけでね、アイちゃんもね、使った、このエルローリーダーのバトンデッキだったんですけど、悪くないですね。普通にウィブテン対面で、進行したからワンチャン負けたみたいなとこある。あの進行、悪くはないんですけど、結局、万能なわけじゃないんで、まあ、初手ルキアが良くなかったかな。あの意識だもんな。どうなんだろう。あ、いや、もう初手ルキアからじゃないとあの動きにできないのか。そもそもだけど。ってことなんで、まあ、あんまり強くなかったですね。ちょっと試してみたくてやってみたんですけど、あんまり強くなかったですね。ってことで、次からは、普通にナリにね、あいつって、まあ、変置きで攻めていこうかなと思います。あと、サタンがシンプル強かったですね。サタンも強かったし、アイちゃんも大活躍ということで、良かったんじゃないでしょうか。まあ、アイちゃん持ってる人はね、ぜひ10日で使ってみてください。進化がね、永続デバフなんだけど、まあ、デバフするなら、宮沢でいいと思うんでね。ってことで、こっちで使っていきましょう。そんなわけでこの動画面白かったという方は高評価、チャンネル登録、愛ちゃんが好きって方もね、よろしくお願いします。ツイッターのフォロー、みんなのフォローもよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。